自らのゴールでチームに勝ち点1をもたらせました。今の気持ちをお聞かせください。まあ、最低限、勝ち点1、取れたことは良かったと思います。その素晴らしいゴールですが、高木選手の落としを受けてしっかりと決めました。得点シーンを振り返っていただけますか。そうです、まあ、まず千葉選手から縦パス受けようとして、まあ、奥に、高木選手いたんで、スルーして、で高木選手が、いいボール落としてくれたので、最初ワンタッチで打とうかと思ったんですけど、これ突破したら1対1だなと思って、まあ、うまく抜け出して冷静に決めることができたので良かったと思います。今日は相手に先制点を奪われた直後の途中出場でした、はい、どんな狙いを持って入りましたか。そうです、まあ、まずは、1点取り返すという気持ちで、入っていきました。本当に素晴らしいことでした。先日の代表戦でもパキスタンで2ゴールを挙げ、チームに合流して即ゴール、はい、リーグ戦はご自身19節目のゴールですが、はい、いかがですか。そうです、まあ、まあ、代表活動で、まあ、いい感触を残してたので、まあ、その感覚が、ここに出てくれてよかったなと思います。次はホームで横浜 FC 戦です、はい、次も宇都選手のゴールが期待されます。意気込みお願いします。まあ、自分のゴールで、チームを勝たせられるように、頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。